こんにちは、吉谷です。えー、っと、メルマガ読者さんの方からメールいただきましたので、動画で回答します。ありがとうございます。えー、吉谷社長様へ、吉谷さんの本、えー、吉谷さんが Amazon で予約販売してると、放映したその日に Amazon で検索して予約しました。いつ到着するのかなと、指折りに楽しみにしてますね。 3月20日のセミナーはきっと素晴らしいものでしょうね。仕事が入っていけませんが、久しぶりに吉田さんの熱心な人生を語る生が、えー、生が音、生声を肌で感じたくなりました。次の機会があれば、えー、参戦します。漢 <laughs> 字が読まなくですみません。動画はたくさん拝見してますからね。ということで、ありがとうございます。えっ、ー、と、アマゾンで、 もう予約で購入していただいたということで、本当ありがとうございます。はい。いや、本当ですね、あのー、嬉しい限りです。うん。いや、僕もですね、まさか、本当に、まあ、えっ、ー、と、4月のもう1日から3日あたりに、その、えー、書店の方に並ぶということで、まあ、Amazon でも買えるんですけど、やっぱ書店に自分の方が並ぶっていうのは、まあ、考えてもいなかったので、 まあ僕はその本屋に行ってその本を買うっていうお客さんの立場だったのでその本屋に自分の本が並ぶってなるのはちょっとね少し僕,僕も少し感動ですねはいありがとうございますまああの大きい書店まあ小さい小さすぎる書店だとちょっと並ばないかもしれないんですけれどもあのまあ書店でも並ぶのでもし大きい書店とか行ってもし僕の本あれば まあ、あの、まあ、すでに Amazon で予約してるっていうことなんですけど、あ、実際の本屋でも出てるな、みたいな感じで見ていただければなと思います。はい。で、少なくとも今回の本は、本当に、多少押しし,みしてないので、書けるものは全部書いたつもりです。はい。まあ、ページ数も500、約500ページ、470ページぐらいですかね。500ページぐらいになりますし、あと特典の動画も100時間ぐらいついてます。はい。まあ、そちら見ていただければ、 うん、まあ情報商材って何なのかっていうのが分かると思いますし、まあ、僕はこの本でまあ伝えたいかったことっていうのはあの情報商材って本当にまあぶっちゃけ言うとそのまあやっぱそのやっぱ過激なレターだったりとか過激な表現でこうなんかアオル的な感じで。 売られてるものが多いので、で、しかもそのお金に関わることがなんかこんなんでもう変わりますねみたいなのが多いので、まあその周りからはですね、あんまりいい目で見られないし、白い目で見られてるとは思うんですけど、まあ少なくてもこの本に僕が書いたことっていうのは、まあ情報商材すごいぞっていう、まあ本当に正しい、その、うん、この本で僕が書いた思いを汲み取っていただければ、 本当に、なんだ、いい、業界になるんじゃないかなとは思います。ただまあ、僕の力って <laughs>、あの、そんなないので、まあ、これは皆さんが本当に買っていただいて、情報商材っていうのは、こういうことなんだっていうことを、まあ、伝えていただけると、あの、一人一人にですね、ちゃんとこう、自分の思いというか、気持ちを伝えていただけると、 まあちょっとは変わってくるのかなとは思います。で、僕も10年間、この業界でご飯食わせていただいたので、まあ、そのお礼というか、まあ、それも兼ねて、ちょっと、本当に有料級というか、また、あ、書けるだけ書きました。はい。ま,あ、またですね、まあ、あの全国、今年はですね、全国、 47都道府県、もう全部回るって決めてるので、あの47都道府県もありますんで、よろしくお願いします。はい。まあ、ど、あの、住んでる県に行きますんで <laughs>、まあ、その日程が合わなかったらちょっと難しいかもしれないんですけれども、あの、もしよろしければ、またお会いできればなと思います。はい。まあ、今回は本当にですね、アマゾンで予約、その日に <laughs> 予約していただいたということで、ありがとうございます。 はい。これからもですね、僕のスタイルっていうのは、まあ、崩さず、まあ、えー、頑張っていこうかなと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。